209番です。コンデンサーに誘電帯を挿入しましょう。どんな性能になりますかという問題ですね。このコンデンサーをどのように見るかという見方の問題です。少し見やすいように、金属板に厚みを持たせてみました。この金属板は10マイクロメートルぐらい薄いんですね。でも少し厚みを持たせました。大事なのはこの金属板の下の面とこの金属板の上の面の距離が D である。ここは変えてはいけません。この厚みの部分はちょっと細工をしても構わないわけですね。こんな風に細工をしてみましょう。いいですか？この厚みのある金属板を少しここ削りました。ここも削りましたよ。ここ削りましたよ。この間わずかに隙間があります。わずかに、無視できるほど隙間が空いています。つまりこの金属板は2つの2分 S の面積ですが、2分の S と2分の S の面積の金属板の並列になった。下側も一緒です。ここも金属板があって、わずかに隙間があって金属板があって、ここが並列になっている。こういう極板に削ってみましょう。これとこれ同じなんですね。で、右半分にはちょっといいものが挟んである。左側は空気ですか、真空ですか、元のままです。はい、基本形、何もしていないこのコンデンサーは性能が C です。こちら側は面積が C イコールイプシロン D 分の S、 面積が半分になりましたから D とイプシロン変わっていませんね、基本形とね。 S が半分になりましたから、こちら側は2分の C です。こちら側も形的には2分の C ですが、非誘電率5倍3倍、性能が良くなるものを挟みましたから、これは2分の C にイプシロン R 倍、3倍5倍した性能になっているわけです。これとこれの並列です。全体の静電容量は、C' は2分の C たす2分のイプシロン RC、2分の C かける1プラスイプシロン R です。したがって、Q、電気量はこれに V ボルトかけるわけですから、Q イコール CV はイプシロンR プラス1倍割る2となります。2番です。丁寧に誘電帯の上面を厚さの無視できる金属板で覆ってと書いていますが、ここ薄い金属板を入れても性能変わりません。厚みないんですね。実際は10マイクロメートルぐらいですが、これをどのように見るかという問題です。この上のものはやっぱり削りましょう。このまんまですね。もう薄く削っちゃいましょう。こうなりました。一番下も薄く削っちゃいましょう。大事なのは極板間の距離で、ここは D です。さあ真ん中ですが、薄いんですが、これを薄い厚さの金属板をこんな風に削ってしまいましょう。この間隔は無視できるほど小さいです。でも削りました。で、下の金属板管にはいいものが入っているわけですね。性能を良くするものが入っている、空気と性能が良くするものが入ったコンデンサーの直列になります。こちら側の性能は基本形 C です。D が半分になりました。これが2分の1になりましたから C は2倍になりますね。で、ここは形は 2C ですが、さらに性能がイプシロン R 倍になる、誘電率が、非誘電率がイプシロン R 倍と書いていますから3倍5倍に増えます。この直列です。これを計算しましょう。直列の合成は C' 分の1は 2C 分の1たす2イプシロン RC 分の1です。これをまとめると2イプシロン RC 分のイプシロン R プラス1になります。C' はイプシロン、分母分子逆になります。したがって電気量はこの合成された
これ分のこれの電静電容量のコンデンサーに V ボルトかけていますから、イプシロン R プラス1分の2倍のイプシロン RCV となります。